ぐらいかな、多分。何時だろうね、分かんないよ。今日は稽古してました。稽古して夜は親友のこと、そこメールに書いた内容だったんだけど届いてないみたいだからそう、中学校からの親友のことご飯行ってきた。なんか届かなかったみたいいや普通に遅れてたんだけどな。なんかこっち側から送れないこと、なんか最近時々あるのね。そう、なんか画像、送る画像を変えて大きさサイズ変えてようやく送れるみたいなこともあるんだけど、今日は普通に遅れてたの。なのにこっち側から送られてたけど、なぜかそれがファンの方側に送られてなかったみたいで、わかんないけど時々ね、多分その画像の大きさの問題で送れないみたいなことがあるんだけど、今日はなんか普通に送れてたんだけど送れてなかったって。え、今まで知らなかったファンの方がこう言ってくださるまで。こっち側に送る、こっち側は送れ、なんていうか、私側から送れてるんだけど、そのさ、こう私から直接ファンの方にメールが届くわけじゃないから、一回さ、こうなんか、そう、スタッフさんたち、スタッフさんかな、なんかそのなんか通して、そっからファンの方に送れるね。だから分かんない、そのどこかの段階で送れなかったのか何かが起きて分かんないけど、画像の大きさとか多分、いや、分かんない、多分画像の大きさだと思うんだけど、画像変えたら送れることがあるから、うん、私がこう送ろうとしたら、送信ボタンを押して送ろうとしたら、なんか送信できませんでしたみたいな表示が出る時があって、そういう時は画像を変えたり、その画像のサイズを変えたら送れることがあるんだけど、それでも送れない時があるの、時々分かんない、そう、携帯側のエラー、そういう時もあるけど、今日は私側からは送れてたんだけど、そうだから何かで分かんないよ。友達とご飯行ってた。なんか中学校からの友達、親友の子が3人いて、なんか4人グループみたいな感じで、そう、仲良くって、その子たちが一番仲良くって、そうで、そのうちの2人だけそう会えたから今日、そう、1人はね会えなかった。よく食べ放題行く子はその1人の子、今日は会わなかった子そう、なんか最近バイト探しで忙しいらしいそう、その子以外の2人と、そう、3人で集まってご飯行った。久しぶりに会ったね。うん、4人。4人仲いい、中学校から、中学校から仲良くなって、1人は小学校から一緒なんだけど、小学校は逆に全然話したことなくて、あんまり記憶がなくて話した。中学校でなぜか仲良くなった髪いい感じ、え、本当にめっちゃ色落ちしまくってる。前髪色落ちてないからさ、帰ってきて死んでる、汗とかで。もういいか、そろそろ行きますけど、美容院ちゃんと。次は色変えたい、もう飽きちゃった、赤飽きちゃったから、ちょっと違う色にしようと思ってるんですけど、何色かです、何色ですかね。
わかんない、なんでしょうね。もう決めてるけど、決めてるけど、まだわかんないからさ、染めてないから、もしかしたらその時スタイル変わっちゃうかもしれないから言わない。でもさ、さこのこういう感じの色ってだけだからさ、言葉で説明するの難しいんだよね。見てるけど、いつ行こうかな、行ける時が分かんないよ。もうちょっとしたら行くと思うけど、今の色は髪の毛の色が落ちまくってる状態だから、ちょっとさすがに行かないとやばい。なんかそう、先月染めたから行ってないっす、1ヶ月ぐらい。すぐ抜けちゃうからね、ピンク赤系は色が。色がすぐ抜けちゃうから。まあ仕方ないんですけど、ピンク系、赤っぽいピンクみたいな、あ、ピンク赤系にしててすぐ落ちちゃう。明るめの茶髪になっちゃうんだよね。まあ仕方ないけど、その染めてちょっとは1週間ぐらいは出てますけど、すぐ落ちちゃう、すぐ茶色くなっちゃう。まあ仕方ない。またしたくなったらするかもしれないけど、今はちょっと違う色がしたいから。いや本当にさ、その時のさ、やりたいさ気分、なんてこの色をやりたいって気分によって変えるからさ、次染める、だから分かんないよ。新愛者は完璧、完璧、完璧なんだろうな、完璧ではないかもしれない。なんだろう、私そんなにさ写真が盛れないんだよね、いつも。盛れないんだよね。なんだろうね、普通にあのそういうさ写真じゃなくってもさ、普通に自分の携帯とかで誰かに撮ってもらう時とかも基本そう。そうなんだよね、まあ、自分で撮る写真はさ、こう自分で画面見ながら撮ってるからまだいいんだけどさ、いいんだけどさ、そのそう、他の人にでも、ね、確かに盛れてない。正直すぎる。正直すぎて面白い。やそうなんだよね。写真とかたどりあんまり盛れない。そうだ、写真とか動画の方がいいかも。でも動画もそこまでだけど。自分で撮ってる写真はそれさ、画面見ながら撮ってるからさ。いやもういいのよ別に、こう画面見ながら自分でいいタイミングを見て、こうさ、なんていう角度とか見てさ撮るからいいんだけどさ、こう誰かに撮ってもらってる時ってさ、画面見えないじゃん、難しいよね。
かに目が死んでる時あるえ、なんか他撮りだとなんかね目がね、なんだろうな、その自撮りの時の方が開くんだよね、わかる？多分私の他撮りの写真を見たらわかると思うんだけど、見比べたら目が開いてないんだよなっていつも思っちゃう。写真こう撮ってもらう写真全部なんだろう、だからね、そうなっちゃうんだよな。いや意識して開けてもそうなっちゃうんだよ。難しい。そうそう、ついこの間、この間のコンサート4月3日の4月3日だよね。さよならモーリーさんのコンサートで、もう本当みぞちゃんとひなことさ、お互いに撮ってて、し撮ってもらって、私も。そう、その話をして、そう、目が開かないんだよねっていう話をしてて、そう、ちょっと開けてみてって言って、え、めっちゃ頑張ってやってるつもりなんだけど、自分ではなんか写真見るとそこまで自撮りしてる時の方が空いてる。そう、なんかそのこう写真撮ってもらってるって意識してない時の方が空いてるっていうなんだろうね、わかんないんだけどな。自分で開けてるつもりなんですけど開いてないっていうか、ちゃんと何が、あ、確かにでも大体のとこそうか、めっちゃ目開いて笑ってたら怖いよね逆にあんまいなくないめっちゃ目開けて笑ってる人って怖いよそれ逆にそうしたらいいのかな、私はこう細くなっちゃうから、そのさ笑ってる時のさ、この目の開き方も好きじゃないんだよな。なんだろうな、こう多分二重幅が関係してくるんだろうけどさ、若干広いから、うーん、めっちゃ広いってわけじゃないけど、二重幅若干、若干ね、若干わかるかな、若干広い若干広いからさ、本当はもう少しだけ狭くしたいんだけど、何かして。でもさ難しいじゃん、こうこう元ある二重幅をさちょっとだけ広くするとかだったらさ、こうなんかさ、のなんていうの、アイプチみたいな、アイテープみたいなやつを使ってこう広くするのは簡単なんだけど、狭くするってめちゃくちゃ難しくて できないんだよな。なんか広くするのはできるけど、狭くするって難しい。そんなに好きじゃないんだよね、だから自分の二重幅ちょっと広めなの。二重みたい、なんかね違うの、ちょっとだけね、ちょっとだけね狭くしたいの、ちょっとだけ。今は若干広いんだよね、なんかもうちょっとベストなあれだよねもうちょっとベストな、こうなんて広さにしたい。左側から写真が、左側こっちってこと、確かになんかこっち側の方があれなんだ、こっち側、こっち側よりこっち側の方が好き、顔が盛れるっていうか、うん、なんだろう、多分こっち側の方が若干目が大きい、こっちの方がちょっとちっちゃい多分ね、なんかそんな感じがする、写真撮ってると。あとなんだっけな、ここ、この眉毛と目の間隔はこっちの方が狭いんだよね、それもある多分。
こっちの方がちょっと広い多分ね。わかる、あんまりわかんないと思うんだけど、なんか写真見てたらわかる。若干ね、若干こっちの方がしない。そのさ、このさ、眉毛のらへんにあるさ、こう筋肉のつき方がなんかあれなんだよね。こっちの方が力入れやすいっていうか、こっちの方が入れづらくて。わかるかな。あんま気にしないよね、そういうのね。そう、まあ、ショールームだとね、こっち側にねコメントが出てるから、こう見るから、でカメラがこっち側にあるから、携帯やってるとね、うん、どうしてもこうなっちゃうんだけど、こう見ないから、こっちにコメントがあったらあれだけど、ちょっと違う、そう、ちょっとだけ、なんだろうな、そうだからこっち側の方がね顔に力入れやすいって、わかるかな。なんかこうなんだろう、めっちゃ非対称だからさ、顔、こう涙袋もこっちの方が出るんだよね。なんていうの、出しやなんかな、なんていうかな、こうなんか何もしてない状態とこっちの方が、わかんないか、メイクしてるから。わかんないか。こっちの方が顔が上がってるっていう、こっちの方がこう筋肉が口から入れづらいから、こっちの方が上がってない、あんまり、こっちの方が上がるっていうね。なんかあるんだよね、こう多分ね、壁写も多分そんな感じなんだけど、こう口閉じて笑ってる時、こう口開いて笑ってる時はあんまりなんだけど、口閉じて笑ってる時はこっちの口角が上がりやすくて、こっちの方がこう上がる、この鼻らへん、口角うんってこう上げた時にこっちの方が上がる。やばいやばい、充電がなくなってた。そう、それもあんま好きじゃないんだよな、大丈夫。なんか口角の上がり方が左右でちょっと違うんだよね。でも口閉じて笑った時にこっち側はこうなんだけど、こっち側は、うん、なんかさ、わかる、わかる、笑い方わかる、なんか違うんだよね多分。うーん、ぱっと見はわかんないんだろうけど、ね、自分だからなんだろうけど、なんかさ、ライトがチカチカしてる、こうか、うんですよね。こうやってした時に意識したらこうなるんだけど、なんかね、変なんだよね。あと何かな、非対称なの、こっちがエクボ一つでこっち二つあるんだよね、なぜか。非対称。だからなんかね、こっち2箇所へこむんだよね、こう笑った時に、こことここ、あ、分かりづらいけど、こことここ、こっちこっち、ここだけ、こことここ。だからこう笑った時のここの出方がさ、ここのほっぺの出方が違うんだよね、ここね、こうエクボがあるからさ、手を押し出されるっていうか、わかる。ここが出ちゃうんだよね、クボがあって、なかったら違うんだろうけど、わかんないや。え、なんでかこっち2つある、こっち1個しかできないのに、クボここ2つ。ここだ、ここそう2箇所、
の時間？顔が非対称だよっていう時間？その説明の時間謎な配信非対称そう、なんか顔が非対称、なんだろうね、本当にこっちが筋肉なんか力入れやすいからさ、顔こっちがなんだろう、力入れちゃう、こっちがあんまり入らない、こっち側より、だからここの眉毛の間隔もちょっと短い、短い、狭いし、こっちの方がこっちの方が広いんだよね、若干。顔半分反転してる、結構違う、顔半分も反転、え、顔半分、あ、こう鏡みたいな、そういう感じ、うちでウィンクそんなしないんだけど、うまくないから、でもするとしたらこっち、こっちの方が力入れやすいからこっちの方が力入れやすいからこっちから、こっち側、うん、こっち側の方が力入れづらいんだよね、だからこう笑った時もこうここぷくってしてうんってやった時、うん、なんかそう、こっちの方が力入れにくいから、笑った時、口閉じて笑った時がちょっと違う、力入れやすい、いや本当にそう、え、なんて、なんかね、え、ないのかな、みんなあんまり意識しない、あんまり意識しないかな、なんか私はね、こっちの方が近い、こっちの方があんまり、なんだろうね、なんていうの、そう、難しいな説明なんかこっちの方がって感じ、なんか喋る時も多分無意識にこっち側ばっかりなっちゃうんだろうね、わかんないよ、うん、ほんと、こっちも近いようにしたらあれなのかな、対象っぽくなっていくのかな、なんないかな、このエクボの数が違う時代でなんかこっち側に力入れたらこう、ここの眉毛のここの感覚狭まるかなわかんないけど、でもなんか一回このアイブロウ、こう眉毛の形整えるみたいなサロンに行ったことがあって、お店に、その時になんかこうどんな感じにしたいですかって言われて、あ、なんか平行っぽくしたいですって言って、で、その時になんかね、こうやった後に平行っぽくしてもらった後にこう眉毛も描いてくれて、あ、なんかね、その時になんか言われたんだよね、その時に気づいたんだけど、やっぱそうなんだみたいな、なんだっけな、なんて言ってたっけな、どっちだっけな、なんかこっち側がどっちだっけ、どっちだっけな、ちょっと待ってね、あ、左側がこう眉毛の上の方に筋肉がついてて、右側が確か下だったかな、逆かな逆かな、あ、逆かもしんない、なんかなんかそんな風に言ってて、あ、忘れた、なんか言ってて、やっぱなんか思ってたのよ、なんかこのなんかなんだろうな、こうここの間がちょっとこう違うからさ、若干ね、本当に若干だからパッと見わかんないけど、
そう言われて、やっぱそうなんだって思って、でも忘れちゃった、どっちだっけな。でもそう、どっちがが上、どっちがが下なのよ覚えてないけど、めっちゃ前なんだよねそれ、2年ぐらい前1回だけ行ったことがあって、そうアイブロウのサロン、眉毛サロンっていうのかな、そっから行ってないんですけど、それ最初だけ整えてもらって、あともう自分でいいやと思ってなんて言ってたっけな、多分こっち上な気がする、この上の方が筋肉ついてる気がするんだよね、触った時に。ってことはこっちは下なんだろうけど、でもこっちはそんなにね、あーなんかあんまり分かんないんだよね、こっちの方がほんと近いよりやすい。忘れちゃった。そうだ、聞き顔っていうのかな、わかんないけど、力入れやすいみたいな。多分無意識にこっち側の方に力入れちゃうか。髪の毛がまだ上がり気味の方が似合うと。あ、ここの間。広い方がいて、ここね、眉毛と目の間はね狭い方がいいんだよ狭い方が目力が強く見えるんだよね、広いと、うん、眠そうに見えるっていうのかな、あなたも名前好き、眉毛、私さ平行眉にしたいんだけどさ、元がさこうアーチ寄りの眉毛だよ、アーチ寄りの眉毛だから綺麗にならないんだよな綺麗にならないんだよな、そうアーチ寄りなんですよね、なんかここの感覚は狭い方がいいんだよね、そなんか海外の方とかさ、顔の彫りが深い方ここ狭いじゃん、目力が強く見えるっていうか、うん、だから狭い方がいい、この感覚はね、だからこっちの方がちょっと狭いからこっちの目の方が好きこっちよりかは、そうなんだよ、距離の子でどれこうだったらって、あーでも普通にあるね、そんなに綺麗の基準が分かんないけどあるね、だいぶほら洗った時のこの感じ違うからさ、ここはここのほっぺが出ちゃうの嫌なんだよなほら笑ったら、笑ってなかったらさそこまでだ、やったらさこうエクボがあるせいでさこう出ちゃうんだよなここ洗ったらエクボがあるからさ、でもエクボある方がいいとか言うけどもう分かんないエクボあるから出ちゃうんだよな、エラっぽく見えちゃうんだよね、ここがほっぺなんですけどこれほっぺなんだよな、えらここここ出てはないんだけど、ほっぺがここね、こう洗ったらここがもう手前が出るこれ手前が出るんだよな、エクボでこう押し出されちゃうっていうふ
そうだよ、そう、ほっぺここ、これで出てるの、こここれこれこれだから、終わらなかったらこうなる終わったらめっちゃ面白くない、ここここここねで閉じるじゃん、ほらほらいや無理だな、こう笑ったらなるもん何ていうのか、こう出たりもここえここはここなんだけどこう乗せてたら分かりやすくない、こう笑ってさ戻すやんなんかこの顔やだなこう笑って真顔に戻すのしたいの、でもこれは無理だもんな、エクボ、エクボってさ、こうなくすの無理じゃない、どうやってすんの、エラで遊んでる人たち、これエラじゃないんだって、ここほっぺなんだよね、エラここ全然ほらほらだってどう考えても指の方が下にいる、このほっぺより下なんていうのか、こうこうなんていうのエクボは無理じゃないですか、だよね思ったエクボがあるとこう押し出されるんだよな無理だね、笑ったらさ出ちゃうの、こう気にしてもらう、あこう笑った時にこうなるやつってこと、でもさこう笑ってないとさ普通に、普通なんだよ、普通分かんないけど私的にはね、普通のこうちょっとでも笑ってもらうとさあここエクボで押したそれってことはさ、こう笑なんていうの、普通ここのこう取っちゃったらさ、もししないけどさ別にこうなんかめっちゃ突っ張りそうじゃない、わかんないけど、そうエラっぽく見えちゃうんだよね、エラはここここなんですけど、笑ったらエラの手前が出てるエラの手前がここここなんですけど、ね、手前がほら手の前がここでここね押さえてるわけじゃないんだけど、エクボがあるからここもほっぺが出るんだよな救いとか鉛筆で押してた女子いた、え鉛筆で押してできるのそれで、知らない、でもエクボなくても可愛いからな、エクボがあるからこう笑ってる顔可愛いっていうわけではないしな、エクボなくても別に普通に笑ってる顔可愛い人もたくさんいるしエクボあったらあったら私みたいにこうなっちゃうし、怖い、こうできる位置によるけどねできる位置によるけど、エクボが私の場所の場合はね、こうここの丸側の線もあるかもしれないんですけど、骨格かなぁとここのここのここが押し出されるっていう人みんなそんなポコって人によると思うな、私はなっちゃうんだよね、その顔の形的にそうなんだよね、それエクボって、えこれくぼんでたらエクボじゃないの、こここことここはこうなんかライナーの説明、ここ
こ2箇所と若干へこんでるこっちは1箇所あるんですけど、くじ閉じて笑ってる方があんま出ないからさ、いつもくじ閉じて笑っちゃうんだけど写真撮るとき。あとなんかこう口開いて笑ってたらなんか作ってる感がなんかすごくなる、自撮りしてたらね私が下手くそだから撮るの私が写真撮るのが下手くそ、自撮りうまくないからな。3箇所あるからなのか、それもあるのかもしれない、わかんない。非対称だから、非対称かだってじゃあこっち側、右側もうちょっと力入れるにしてみるわ、力意識的にね。こっちなんか無意識に力入れちゃうんだよね、こっちの方がこう口角がこっちの方がほら上がり気味になっちゃうんだよねそう無意識、なんか普段いつもそれでやっちゃう。ね、こっちの方が口角上がり気味。いや、本当に無意識だ。だからこっちの方が力入れやすいから多分そうなんでしょう。難しいね。こっちも力ね、意識してたよね。したら対象になるかもしれない。近くなるかもしれない。絶対朝に忘れてる気がする確かに朝ってかもう数時間後に忘れてそうなんか常にこっちの方が上がっちゃうんだよね、顔が。なんていうの、力入ってるからこっちの方が上がってないっていう。いや本当に難しいね、意識してても。でもなんか無意識でずっとそれをやってるからさ、ほらここのさ、ここの鼻の上がり方がさ絶対にこっちの方が力入ってる。もう無理だ早い、諦めるのが難しい。こっちね、こっちも意識してねむずっ。なんかさ表情ってさ無意識だからさ力入れるのとかむずいな。でも絶対みんなあると思う、なんか両方ともさ同じさ具合で力入れるとかさ絶対そう。絶対みんなもあるよ。なんかこっち側の方はなんかそんな意識してないかもだけど、顔の力入ってるみたいな、こっちの方が口角上がりがちみたいな絶対ある私は左側対称にしたいんだけどな。難しいね、顔ってこう対称にこう力入れるこの幅を狭くしたい、こっちと同じぐらいにしたいんだけどむずい噛む時わかんない、なんかそんな意識したことない。両方で自分では噛んでるつもりだけど、そんなちゃんと両方で噛んでるかって言われたら覚えてないしわかんないわかんない。左右の目の視力は違うね。どっちの方が、左の方が悪いかも。え、それもあんのかな、関係してんのかな、この力入れちゃうみたいな。左わかんないけど分かんない。でもありそう、関係ありそう。前の高さが左右違うのかね。私も若干違う。なこっちの方が力入れやすいから、こっちの方がこうなんかめっちゃ動く。なんだろうな、普通に会話してても、こっちの方が動きがち、こっちは動かない。
力入れづらいから、こっちの方が。あ、55分ありがとう。高さも若干違うから眉毛描くときに、なんか若干ね、じゃ本当に若干だけど、ちょっと描き方変えるとか、こっちの方が高いからちょっと下描き足すとか、こっちの方が低いからこっち上描き足すみたいな感じでしてる。じゃあランキング読もうかな。13位からランキング読みます。13位、秋彦さん、ありがとうございます。12位、正宗さん、ありがとうございます。ランキング変わった？あ、じゃあ13位からもう変えます。13位、正宗さん、ありがとうございます。右側ね、右側にも作れるむずい。12位、トッシーベビースターマンさん、ありがとうございます。ぎこちなくなっちゃいそう。11位、ジャンクスノーさん、ありがとうございます。10位、プッチーニさん、ありがとうございます。9位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。8位、あきひこさん、ありがとうございます。あ、ぎこちなくなる7位、パトニーさん、ありがとうございます。6位、トシノリさん、ありがとうございます。5位、W1 やっとマーク影の守護神さん、ありがとうございます。むずい4位、ウドさん、ありがとうございます。3位、香港の春マットマーク京香さん、ありがとうございます。難しいね2位、シンさん、ありがとうございます。そして1位がラボーナさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございましたありがとう。難しい、なんか意識してこっちの効果を上げるようにって思ってるけど、むず難しい。なんかそのコンサートとかこうめっちゃこうなんだろうな、あとなんかめっちゃこうめっちゃ笑ってる時とかは大体同じぐらいに口角が上がってるんだけど、こうなんか普通に話す時にほらこっちの方が口角が上がりがちなんだよねなんか話す時に口角がこっちの方が上がりがち、上がってるねこっちの方が。むずいね、むずいむずい。そう、あ、そうだ、明日の配信時間もう23時台にしようかと思ってます。23時台ですかね。そんなに言われ方気にしてると思う。なんか普通にこう話してる時はそんなに思わないんだけど、なんか例えば自分で動画撮ってこう動画撮らないといけない時、こうコメントの動画撮る時に動画撮って後で見返したら、なんかこの喋ってる時のこの口の口角の上がり方が全然違うなとか思ったりするかな。こっちの方が本当に上がりがち。左ね、難しい。こっちの方が力入れちゃうんだよね。こっち力あんまこっち力入れてちょっと意識するわ今度から、喋る時もねえ、多分ね、みんなはそう思わなくてもね、なんかね、多分あれだよね、そのなんか自分だから思っちゃうみたいなやつだよねきっと。他の人だったら多分思わない自分だから思っちゃうんだよね絶対。そういうのだ。じゃあもうそろそろあと20秒ぐらいで終わっちゃうわ。ありがとうございました。明日の配信も23時台です。左を下にして、あ、え、寝てる。え、それがダメってこと？じゃあ分かった、右下にする今日おやすみなさい、ありがとうございました。おやすみ、バイバイ、ありがとう。